オットー・ショッテンハイムは、ドイツの政治家、医師。1933年から1945年まで、レーゲンスブルクの上級市長を務めた。新衛隊隊員としての最終階級は、新衛隊少将。1890年、郵便局員の息子として、レーゲンスブルクにて生を受ける。初等教育を受けた後は、ビュルツブルグ大学、エアランゲン大学、 ユンヘン大学にて医学を学んだ。1912年、学生結社、ブルシェンシャフト・ブーベンロイター・エアランゲンの会員となる。1920年に博士号を得た後、レーゲンスブルクにて開業医となる。第一次世界大戦には、軍医として従軍する。敗戦後、フライコール組織に加わり、1919年5月には、バイエルン・レーテ共和国の打倒に参加した。 1922年頃、オーベルラント同盟にて、右派の政治活動に関与する。1929年4月1日、国家社会主義ドイツ労働者党に入党し、間もなく新衛隊にも入隊した。NSTP の党員番号は122,988で、SS の隊員番号は1,527だった。ショッテンハイムは SS 以外にも突撃隊をはじめとする。 複数の党組織に所属し、レーベンスボルーンでも一時働いた。NSTP の権力掌握が行われた後の1933年3月20日、レーゲンスブルク上級市長、オットー・ヒップは、SA の圧力を受けて、辞職を余儀なくされる。同日、ショッテンハイムが立候補し、後継者としての指名を受けた。1934年10月、 市議会により正式に市長に任命され、この際に診療所は廃業している。バイエルン人民党出身で1925年以来勤めてきた副市長、ハンス・ヘルマンはショッテンハイムの市長就任後も留任した。メッサー・シュミット社の諮問委員会など、ショッテンハイムは複数の委員会に名を置いていた。n s p により市長職の権限が縮小されていく中でも彼は ショッテンハイムジードルングとして知られる住宅団地の建設を行わせている。現在、この住宅団地はコンラートジードルングと解消されている。SA 隊員としては SASA 少将の階級にあった。SS 隊員としては少なくとも1944年4月20日までに SS 少将へと昇進している。ポーランド侵攻の最初の週には、 軍医として前線に派遣された。医師としての彼は、党が提唱する男子政策の支持者だった。1945年4月30日、連合国軍により逮捕される。1947年春、ショッテンハイムは、日な地プロセスの中で、重要犯の区分で起訴され、労働収容所での懲役4年と、財産没収が宣告された。弁護団はたるシテンハイムが、 平和的な降伏を行ったからこそ、霊ンスブルクの町は、破壊を免れたのだと主張し、日な裁判所に反論した。1948年8月27日、彼の罪状区分が、非重要犯に切り替えられ、刑務所での懲役3年のみに減刑された。1949年のシナゴーグ放火裁判でも、彼は、起訴を受けた。 これは1938年11月9日の水晶の夜事件に関する裁判で彼が現場に居合わせたのは確かだが消防隊到着前に自主的な消火活動を行っていたとして無罪となっている。1990年代中頃まで設置されていたショッテンハイムの記念碑1950年代に入るとショッテンハイムは避難地化されたドイツの支持者として 振る舞うようになり、再び医師として働き始めた。レーゲンスブルク市議会では、元市長たるショッテンハイムに対する地方自治体年金の支払いを繰り返し拒否していたが、1955年にはバイエルン州政府の命令により支払いが行われた。この判断には、かつて副市長としてショッテンハイムに仕えたハンス・ヘルマンの関与があった。戦後、 ヘルマンはキリスト教社会同盟に所属し、1952年からはレーゲンスブルク上級市長を務めていた。1959年8月上旬、ヘルマン上級市長はコンラートジードルング住民会、コミュニティハウスに記念碑の設置を行った。この際、ショッテンハイムとヘルマン自身を称える記念碑も設置されたが、ナチスドイツ時代の振る舞いについては触れられていなかった。 コミュニティハウスの改装後、この記念碑は、博物館にて保管されている。1980年9月に、ショッテンハイムが死去した時、当時の上級市長、フリードリッヒ・フィーバッハーは、ショッテンハイムを無視の貢献者と称した。ショッテンハイムは、敗戦時に、自らの危険も顧みず、ンスブルクを無抵抗で、降伏させ、町を破壊から守ったのだと主張していたが、 これは実際には避難地下プロセスにおける弁護のために作り上げられた嘘に過ぎないとも言われている。ロベルト・ビュルゲル大佐はショッテンハイムが街を無抵抗で降伏させるべく私有の貨物トラックを提供して軍部隊を撤退させたと主張していた。ビュルゲルの主張は後に否定されている。ヘルゲド・ボルザーク バイグラファイシャスレキシーコンデアドイチェンブルシェンシャフトバンドアイパリティッカーテイルバンドアール r スハイデルベルグ 2002S322 ヘルムートハルタースタットンタームハーケンクロイツ、コモヤナルパリットックインレーゲンスブルクベラントデア NS サイト 1994S77 アレバイアグラファスケンアンガベンスタミンアオスハルタードイチャスフラーリングシコン1934 1935ベルリンストールバーグ1934 S435 アクシズ・バイアグラフクル・リサーチアイントラク・オット・シャットンハイムハット・ヘルムート・ハルタースタットン・ターム・ハーケン・クロイツ、1994 S189 ヘルムート・ハルタースタットン・ターム・ハーケン・クロイツ、1994 S91 ステファン・メイヤー シャットンハイム、ダイノイエースタットバイレーゲンスブルク、1992S196 ロバートウェルナー SS ブリゲードフアラーシャットンハイムオストレターでアスタッド、2012ピーターザーギュンターシーセルクレクセンダインレーゲンスブルクディビジョンアイナーレジェンド 2012S111 ありがとうございます